The year 2021 marks the 130-year anniversary of Mora Knife, Sweden's most popular knife maker. Since sales began in Japan, the knives from Mora Knife have been selected from among the many available.Becoming an indispensable tool in the daily lives of people from all walks of life with nature. Traveling Japan, these are the stories we found. This is Mora Knife in Japan, in six stories.In recent years, damage caused by deer and wild boars has become a problem in Japan's rural areas. Population management of these animals is carried out year-round. Mora Knife のカンスバルを使っています。使用目的は狩猟でお目刺しをすることや罠を仕掛けること。農作業、山菜の収穫などに使っています。Here in Chizu, the forestry industry is in decline, and the population is steadily decreasing. Chizu is actively working to attract people from cities to move in and revive the town.出身は鳥取県なんですが、イギリス、東京、川崎と渡って地図に移住してきました。昔からアウトドアが好きで、ナイフや斧などを使っているんですが、昔はレジャーとして使っていたんですが、移住してからは生活の中でナイフというものを使っているかなと思います。カンスバルは刃先が、厚さが変わっていますので、一本持っているとさまざまなシチュエーションで使えるので大変役立っています。妻がレザークラフトをやっていて、ブランドはロー&ニードルといって、民芸の哲学を生かして作品を作っています。今回のモーラナイフのシースーも作ってもらっています。長く使えて丈夫に使えるということを基本にしています。やっぱりスウェーデンの文化として形を変えて成長してきたナイフっていうものはやっぱり人間が使いやすさとかを極めてるかなと思いますので、そのあたりとあとはやっぱり低価格で丈夫長く使えるっていうちょっと民芸に近い考え方もあるかなと思います。
Tadaaki Nakamura is a legend in the Japanese sea kayaking community. For the past 20 years, he has been leading a group in learning how to operate the traditional Okinawan fisherman's boat, the Sabani. Today is the launching ceremony of a newly built Sabani. サバニは沖縄の昔からの漁船なんですけど、木造の基本構造は栗船の構造なんですけど、外洋を行くためにロッカーがあって波切りがいいようになってるんですよ。でそれに帆を上げて漕ぎと帆で推進力になるっていうか、結構技はサバニって難しいんですよ。その乗りこなすにはカヤックなんかよりはるかに難しくて、でセーリングの要素もあるから、こう漕ぎといろんな要素がこう複合に絡んでるんで、それ全体を把握するのに何年もかかるんですね。でこれはそう伝えなければ絶対廃れるなっていうのがあって、でもうこれは20年やってるんですよ。やっぱり使いこなす技がないと消えちゃうんですよね。形用の伝承もあるけど、それを使いこなす伝承、ナイフも一緒だけど、使いこなすのの伝承って重要なような気がします。今使ってるのはね、風見鶏じゃないけど、風見の形を削るのに流体の風の流れを意識した構造物を作ってるんですよ。それ曲線のいっぱいあるね。でそれはモーラナイフでないとできないんで、モーラナイフでこう削って作ってるのと、あと船に帆の紐を固定したりするシステムがあるんだけど、でそのピンクリートのピンをモーラナイフで削って作ったり、あと船の底の線を作ったり、細かいところは結構いろんなの使えるので、モーラナイフは使わせてもらってます。でよく細かくきれいに削れるんで、形がきれいにできるんですね。僕は球体のコンパスを使ってんで、その球体のコンパスがうまく入るように、球を削るのはモラナイフのフックナイフじゃないと作れないんですよ。試しにこれ作ってみようって作ったら面白くてね、ハマっちゃいましたね。切れ味の音がいいですね。あれがなんか快感ですね。普通ナイフでシュッシュッシュッってこう歌うナイフっていうのは今まで経験ないんだけど、モラナイフ歌うから気に入ってますね。よく切れる手の持ち具合のいい小さい刃のナイフっていうのは自分の手の延長ですかね。そういう意味ではね、自分の思ったことが形になる道具ですね。日本列島も長いんで、適度な位置関係にサバニの駅ができたら、で拠点をどんどん増やしていって、
そこを渡っていきながら旅ができるようなシステムをまでできたらいいなと思うんだけど、どこまでできるかは僕は分からないんだけど、とりあえずしつけはできるかなと、あとは若い人たちに任せてっていうふうに思ってます。The name of the restaurant, Reconquête, means to cheer up in French. Well known by connoisseurs, Reconquête is a French restaurant that has been awarded one star in the Michelin Guide Tokyo since 2015. まあフランス料理といいましてもいろんなジャンルというか、まあり方があると思うんですが、うちはまあ調理法とか技術的なものはクラシックなものでやってまして、そこにまあ日本の季節の食材ですね、それを落とし込んで季節感のある料理をやっております。非現実的な食事をしてもらう中で、ただ美味しいだけではなく、我々の料理技術みたいなものを少しこうユーモアを含めながら楽しんでもらうっていう部分、あとは一番最初の石とか葉のようなものは、一応初めて来るお客さんに緊張して入ってこられる方が多いので、そこでまあ我々もお客様とお近づきになりたいので、まあ少しそこで会話が生まれたりとか笑顔が生まれるところでファーストインパクトを狙ったアミューズになっております。モーラナイフの、まあ、特徴として僕が感じるのは、切れ味がものすごくいいんですが、素材自体が結構丈夫にできてるんで、ただ切れるだけではなく丈夫な部分がありますので、切れ味が持続するかなっていう部分も、はい、気に入って使っております。あと絵の方にも重りが入ってる聞きまして、やっぱりあの長時間使ってても疲れないっていう部分もあると思います。我々料理人は食材を切ることから始まりますので、なんていうんですかね、相棒といいますか、まあ、包丁を研いだりとか手入れなども気を使いながら、一緒にいる感じのものになっております。料理を作るのは好きってことですね。まあその大変さより好きの方が勝ってしまうんで、まあだからまあ休みなく未だに料理に対して勉強してる、まあ、終わりがない部分も一つの楽しみかと思っております。Craft artist and Mora Knife Japan and Taiwan official ambassador Shuhei Nagano. The atelier that he built himself is overflowing with various tools that enrich their lives. 普段は衣食住にまつわる、まあ、自分の、暮らしを、作ることが、テーマに。なっていますね。僕がまあクラフト作家としての一つの目標が、あの暮らしで使うものはできるだけ自分で作ること、
素材自体も、まあ、その辺にあるもの、人がいらなくなったもの、あるいは自然の中からダイレクトにいただいてきたもの、それに、刃物を使って手を加えて、家で使う道具にしていくっていう、それが僕の目標なんですね。ですからその中でその刃物ナイフという存在っていうのはもうなくてはならない存在。キーボードを打ったり鉛筆を持ったりするよりも多分刃物を持ってる時間の方が一日の中ではすごく長いのかなというふうに思います。ナイフが日常的にいつも目の前にあって誰かが使ってるっていうそういう状況の中で、まあ、家族全員育ってきてるの で料理もダイニングテーブルで基本刃物で最後切りながら食べるっていうのが多分普通の家族に比べると相当多い気がしています。でうちのかみさんももちろん料理もそうですけれどもガラス工芸しているので木の土台とかを削るのにモーラナイフも時折使ったりしています。モーラナイフは十数年前かな、スウェーデンに行った友人からもらったナイフが実はモーラのカービングナイフだったんですね。いい鉄を使ってて長年こう考えられて、でしかもそれを売ってる人、作ってる人たちもさらに素晴らしいっていう、僕はその人がすごくキーワードになってくるので、まあ、そういう人たちとも出会えたっていうのはすごくモーラナイフは僕にとってはもう唯一無二の存在になっています。実家が山菜料理屋のお店 で山に行って山菜をこう摘むんですけども、ある時鎌を持たせてくれたんですね。最初はこう渡してもらえなかったのを渡してもらった時の感動というかな、それは今でもこう忘れられないですね。刃物を持つっていうことはやっぱりそれだけ自分に責任が生じるとともに、あなたはもう立派な大人なんだ、刃物を使うに値する人間なんだっていうふうになって初めて刃物っていうのを使えるんですね。刃物自体がメインではなくて、あくまでも人がそれを操るんだよっていうことをよくね伝えています。Water from Lake Akan, tinted with autumn colors, flows down a beautiful and sacred mountain stream. Fukikogo Ukon makes her way into the forest in search of the blessings of nature.そうですね、まあ、アイヌ料理のお店を家族でやりながら、まあアイヌの工芸品手工芸を、まあ、作っていたり、まあ、あとは姉と2人でアイヌの歌を歌うユニットを組んでいたり。男性が清掃するときに刀を下げるときに使う帯があるんですね。それのことを M 指圧っていうんですけど、その M 指圧を作るためには木の皮の繊維とか草の繊維をよっ
って糸にするところから始まるんですね。もう6月7月になると山の木の皮をいただきに外皮を剥ぎに行って、コンパニオンっていうそのモーラナイフはやっぱり工芸のね外皮を剥いだ後で一番外側の荒皮っていう部分を生のうちに剥ぎ取らなきゃいけないんですね。の剥ぎ取る時にすごく使いやすくて荒皮剥ぎをやっていますね。まあ、フォルムがまず可愛い実際使ってみるとですね、刃の長さと先が丸いっていう意味、キノコを切りやすかったんです、とても。で、上の刷毛も上についたその松の葉とかそういったものも本当に簡単にペロッと取れるので、これはいいものだと思いました。キリは父がですね、私たちが就職して、この地を去る頃にそれぞれに1本ずつ作ってくれたマキリですね。 Similar to makiri being made for a loved one, it seems there was once a similar Scandinavian custom of carving a spoon as a gift to convey your feelings.アイヌの目のこまきりにしてもスプーンを送るにしても相手への思いっていうのはね、物にこもる祈りのようなもの、そういうものがすごく共通しててすごく嬉しいですよね。うちのお店がアイヌ料理の店っていうこともあって、やっぱり自然の山菜とかキノコとかそういうものを取りに行って、それを自分たちでお客様にこう食べてもらえるように提供して喜んでもらってるっていう、それはもう生かされてるんですよね、基本的には。なので山へ行って何かキノコでも一つでもいただいたら、やっぱりそこには感謝をする。あとは美しい川の流れとか香りとか落ちてきた落ち葉の綺麗さとか、なのでどこ行ってもありがとうって、イライケレっていうのは言いますかね。At this kindergarten, the course of the day's walk is decided by the children themselves. The children take responsibility from themselves, and the adults primarily just support them.葉山にあるので、海と山と川の自然の中から学ばせてもらえることをありがたく受けながら、子どもたち同士で育ち合えるような場所がその自然の中にあるっていうところを大事にしてます。寺子屋 was a type of school that was established in the Edo period as a place for the children of common people to study.These schools would personalize the curriculum for each individual student. でもみんな一斉に何かをするっていうよりは、一人一人に合った育ちを大切にしたいと思ったところが合うかなと思ってつけました。
根っこがしっかりと張ってないのに上にいろんなものを乗せていく、英語やるとかプログラミングやるとかで、根っこがちゃんと張ってなければ倒れちゃう。でも根っこさえちゃんと張ってれば上が倒れてもまた生え直すことができるから、根っこがしっかり張った人になってほしいなと思って、そのためにはなんかもっと生きるためにシンプルなことだけを幼少期は吸収したらいいんじゃないかなと思って、根っこの力の部分だけを育てたいと思っています。今日から、半年間、半年っていうのは 6ヶ月、分かる？ 6 ヶ月何月だ、来年の3月までみんなと一緒に毎月1回、ナイフのことを、覚えたり、火を起こす、火を起こしたことってないでしょ。 This day was the first lesson for knives and fire starting. The graduated senior students use their own knives to show how it's done.もともとナイフは使わせていて、鉛筆削ったりとかはしていたし、山に来たら大人がやってみてで真似したくてやるっていうのはあったんですけど、子どもに改めて教えるにはきちんと扱いを分かってる人に教えてもらった方がいいんじゃないかっていう話から、サンガさんにお願いすることになりました。はい、じゃあ皆さん、はい、注目注目。生きる力ってよく言いますけど、本当の生きる力って何もないとこで生き抜く力だと思ってるので、まあ、そんな時に何の道具が必要かって言ったら、やっぱりナイフが必要なものだと思いますし、でもなんかこう幼稚園だと特に危ないから触らせないとか多いけれども、触っていくから危なくなくなるわけで、じゃあどのように使う道具なのかって、どのように扱うものなのかを知ってちゃんと使っていくっていうのが、小さいうちからやった方がいいんじゃないかなと思いました。外で使うナイフももちろんですけど、やっぱり料理をする時も刃物は使いますし、常に刃物ってそばにあるし、火もそばにあるし、でそれがあるから生きていけるっていうところに直結しているものだと思うので、そういうものを扱えると子どもがなんか自分たちが一人前になったような、あの心の中の自信がつくんじゃないかなっていうのも一つあって、その手先の発達もそうだし、心の発達にもすごく大きいんじゃないかなと思います。UPI, Mura Knife's official distributor in Japan, offers professionally taught workshops using Mura Knife relating to bushcraft and wood carving, among other skills. Learn fundamental outdoor knife skills and how to maintain and sharpen your knives.In the Basic Knife Skills and Maintenance Workshop. Learn how to use knives and other useful outdoor tools in the event of a natural disaster in the Study Trekking Workshop.Acquire the fundamental skills for wood carving to begin making your own creations in the Craft and Knife Workshop. Learn knife skills safely. And above all,Enjoy the time in nature with your Mura knife. We will continue to support you with these activities.